昨日夜遅く、島田市の市道で乗用車が信号機のついた電柱に衝突しました。電柱は倒れ、付近はおよそ5時間半にわたって通行止めとなりました。昨日午後10時15分ごろ、島田市八佐市の市道で乗用車が信号機のついた電柱に衝突し、電柱を倒しました。乗用車を運転していた男性に怪我はありませんでした。この事故で倒れた電柱が道路を塞いだため、事故現場からおよそ200メートルの区間が通行止めになりました。電柱の撤去や復旧作業などが完了し、およそ5時間半後に交通規制は解除されました。現場は下り坂になっていて、警察は乗用車を運転していた男性に話を聞くなど、事故の原因を調べています。